こんにちは、うさぎ飛びチャンネルでございます。今回は最大2000人が同時に遊べるグランド RP ロールプレイサーバー関連の動画となります。まだ始めてない人は概要欄のリンクから登録していただければゲーム内マネーなど多少お得な特典がついてきます。パソコン版の GTA5 があれば無料で開始できますので、まだやったことがない人はぜひ遊んでみてください。さあ今回はまたグランドロールプレイですけども、このゲームのマップ上にですね、コンビニエンスストアがあちこちにありまして、まあいろんなものを売ってるんですけども、その中にはですね、これ何に使うんだっていうものが多数ありまして、で、未だに今僕も買ってみて使うってやってみたものの、何これっていうものが多数あって、よくわかんないものも多いです。で、まあそのあたりはね、わかり次第、後々動画でお伝えしていければと思いますけども、今回はその中の一つの抽選券、宝くじみたいなものがコンビニで買えるんですね。で、それをちょっといっぱい買ってみようかと。で、これは1枚1万ドルになります。ということで、コンビニに着きました。まあ、こうやってね、いろんなもの売ってるんですけど、ここにある抽選券ってやつですね。これが1枚1万ドル。さあ、これを買うとどうなるのかってとこなんですけども、これはですね、この星が5個あって、スクラッチ形式みたいになってて、まあこれ結局全部削るんですね。どこか好きなところを削って当てるとかじゃなくて、全部削って、同じマークが3つ出たやつがもらえるっていう感じになります。なので、もう最初から当たり外れっていうのはまあ決まってるので、ただただこれを全部削っていくっていう感じになるんですけども、で、商品はここのとこに一覧で出ててですね、で、大当たりだと、この車。で、まあ、この景品っていうのが、今後ずっと一緒かっていうのは、まあ、もちろんこれはね、長期間ずっとコンビニはあるので、これは変更されていくものだと思いますので、まあ、これがどんな感じになっていくのかはちょっとわかんないですけど、今現在は、この車がもらえるようですね。あと、レベル3のバックパック。これは結構入手するのが大変なはずなので、なかなか、激アツなんじゃないかとは思いますけども。で、その他、マスク系か現金っていう感じになってますね、今のところ。で、一応ですね、これはここに、保証された商品っていうふうに書いてあって、で、大当たりの車ともう一台車がこういう感じで表示されていまして、で、こっちが保証された車っていう感じになるっぽいですね。で、ここを見る限り、150枚買ったら必ずこれがもらえると、いうことになってるんですけども、まあ、1枚が1万ドルなので150枚ってことは150万ドルってことですね。なので宝くじを150万ドル買うと必ずこの車がもらえるという感じになります。で、この車の市場価格がいくらかによって、この宝くじをやるべきかやらないべきかっていう感じ、まあ、最低保証で考えた場合ですね、もちろん欲しいのは皆さん大当たりの方の車だと思いますんで、まあ損するのかどうなのかっていう観点から言った時に、まあこの車が一応最低保証なので、まあ150枚引いたらですけどね。で、しかもこれはその当たりの中に現金というのが含まれているので、その150枚引けば当然ながら現金もたくさん当たるはずなので、おそらくこれは150枚買ったら使うのは150万ドルではなくなるはずなんですね。だいぶ回収できるとは思います。まあ、それがどれぐらいになるのかっていうのは、まあ、運次第になってくると思うんですけど、じゃあ早速行きましょう。まあ、とりあえずコンビニで買う場合っていうのは、銀行に預けてるお金と現金のうちの現金の方でしか当然買い物ができないので、とりあえず有金全部ぶっ込んでみましょうか。ということで、20万ドル分、20枚買ってみましょう。最高。これで一発目で車引いちゃったら動画としてはめちゃめちゃすごいけど尺が持たないな。まあでも車当たってくれたらいいな。これはまあこうピコピコめくってって車が2個並んだら激アツって感じっていうことですね。これはでも3つ並ぶと、まあ、それがもらえるってことなんだけど、4つ並んだり5つ同じの出たらどうなるんだろうな。なんか変わったもんがもらえるのかな。
おかちですって何なんだよ、しかし。しかもいくら当たったんだか分かんないしな。どうなんでしょうか。まあ、あと現金、車はね、もう本当に運次第っていう感じで、当たったら超ラッキーな感じですけど、いや、さすがに車は当たんないよな。でもですね、街中をこううろうろしていると結構な高級車に乗ってる人たちをもう見かけるんですよね。で、それがこういったガチャ系で一撃必殺で当てたやつなのか、まあ、課金で購入したものなのか、まあ、そのあたりちょっと分かんないですけど、もうかなりね、うお、すげえ車走ってるっていうのは見かけるので、で GTA オンラインと比べてこっちのロールプレイは、まあ、僕の感覚ですけど物価がかなり高いん でしかもお金稼ぎもかなり大変なんで、そういったね、ランボルギーニだ、フェラーリだ、ポルシェだっていう高級車を乗り回してると、まあ、GTA オンラインに比べるとかなり優越感に浸れるんじゃないかって気はします。で、まあ、あとこれもね、僕の勝手な推測ですけど、この PC 版でしかできないっていう環境である以上は、まずゲーミング PC、 それなりのスペック持ってる方が多いとは思うので、結構ねお金使える方もいると思ってるんですよね、勝手に。なのでその辺でね、ガツンと課金してどうだこの野郎っていう高級車を乗り回してる人も多いんじゃないかという気はしないでもないかな。なんだこれ、お、4つ、ん画面の切り替わりが早すぎて5個目が何だったのか分かんない。でもなんか特にファンファーレ的なものも音もなんないし、そもそもマスクいらないしな。同じの5個だったら何なんだろうな、5個出たのかよく分かんないけども、あ3個4個どうなんだこれ、わかんないよこれじゃ。いや、マスクしか出ないぞ、いらねえぞマスク、全然いらないよ。ん、終わりか。さあ、全部引き終わってですね、あまり気にしないでパッパカパッパカ開けてて、終わってみたら10万ドル現金増えてますね。なので20万ドル使って10万ドル分の現金は当たったことになりますね。大体ですけどね。ということで、この10万ドルも買っちゃいましょう。あら、持ちきんないよ。ちょっと、どうしよう。邪魔なもんを車に入れに行こう。車はですね、こうやってトランクを利用すると、こういう時には一応役に立ちますね。いや、参った。車にちょっと余計なもん入れてあるな、邪魔だなこれ。このガチャとかこういうやつやるとですね、その売れない景品っていうのが当たるんですね。で、全く自分がいらない景品が当たっちゃうとですね、売れない挙句に持ち物の数っていうのはね、制限されてるので、そこが埋まっちゃうので、もう単純に邪魔なんですよね。かといってまだちょっとね、このゲームの様子がわかんないので、いらねえやって捨てちゃうのもちょっと気が引けるので、捨てていいもんなのかっていうのはね、ちょっと悩んでるんですよね。で、一応家にも金庫があるんで、で、ただいろんな服とかもね、パッパカパッパカもらえるので、だいぶ埋まってきちゃってるんですよね。ただ僕の場合はね、服とかはもう決まった服装でだいたいいるので、まず服はいらないんですよ。本当に気分転換でたまになんか面白い服に着替えたりっていうのはありますけども、そんなにいっぱいいらない。あとでちょっとこのトランクと家の倉庫はちょっと整理しないとダメですね。さあ、改めましてもう一回やりましょう。また宝くじを購入します。10個、10万ドルですね。これで30万ドル投入したことになりますね。さあ、行きましょう。せめてバックパックぐらいは当たってほしいんだけどな。車2個並んでくれればな。もうちょっと、おーとか盛り上がれるんだけど、マスクばっかりなんだけど、現金いくら当たったかわかんないし、お勝ちですって書いてあるし、バック、車。マスクだし。
しょうもな。現金、マスク、車、現金。もうちょっと盛り上がらせてくれよ。来い、せめて2個並べ。マスク確定しちゃったし。さあ、もうちょっとさ、マスクしか出ないしさ。さあ、頼むよ。もうちょっと絵的に良くなってくれ。なんだこれ、もうマスクしか出ないよ。はい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 。何なんだよこれ、5個揃ったのか何なのかだから分かんないんだって。バックパックおかしいです。あら、あ、終わっちゃった。終わりか。さあ、結局全部終わりました。ほとんどというか、まあ、当たった現金もう一回つぎ込んでるんで、結局全部マスクになりましたね。という感じで宝くじ30枚ほど買ってみましたけども、まあこの保証された車がね、欲しいという形であれば、ぶっちゃけこれ150枚引いてもいいんですけど、僕この車全くいらないので、でその大当たりの車もそんなに今のところ興味がないので、ちょっとねこの辺りがガツンとね、おおこれっていうのが来たら思いっきりお金突っ込みますんで、まあその時は、まあその時をお待ちください。今回は30枚だけってことで。さあ、この後ですね、まあちょっと気づいたというか、まあ実は前々から気になってたんですけど、海辺の市場に行くとですね、マスクをやたら売ってる人がいて、なんでこんなにマスク持ってんだろうって最初の時に思ってたんですけど、これなんですよね。で、僕もですね、ここでマスクを大量に入手して、海辺の市場に持ってったはいいですけど、こんなもんたくさん売れるもんじゃないんですよね。で、売れたとしても、まあ金額もたかが知れてる。で、それはそれで別にいいんですけど、問題なのは、こんだけ大量にこれを引いた場合に、マスクの数も大量になるので、まあ先ほどね、ちょっと途中でお見せしましたけど、物が持ちきれなくなって、まあ車のトランクに入れたりしてたんですけど、それがもっとひどい状況になるんですね。しかもこれマスクの種類が結構いろいろあるんで、一つの種類が何十個っていう感じじゃなくて、このパッと見が同じようなマスクで、5種類、6種類のマスクをこう入手することになっちゃったりするんですね。そうすると、持ち物のところの個数にものすごく圧迫がかかる。まあ、要するに、めちゃめちゃ邪魔なんです。で、結局ですね、まあ、海辺の市場に、こう、足しげく通って売ろうとしてみたけど、まあ、もちろんたまにポツッと売れたりはするんですけども、全部これを処分するような感じにはならない。で、結局その辺にぶん投げて捨てました。なのでこの宝くじはどこを狙うかですね。この保証された枚数でこの車を狙いに行くのか、少ない枚数だけ引いて大当たりの車を一攫千金という感じで狙うのか、まあとにかくね、マスクは邪魔になります。まあ、もしかしたらね、今後これを大量に持ってると何かになるとかっていうね、使い道があるとか、お金になる何かがあるのかもしれないですけど、今の段階では僕はめちゃめちゃマスクが邪魔でした。ただこれね、数回でこの一番当たりのやつがね、2、3万ドルとかで車が当たったらもうめちゃめちゃラッキーなんでね、一攫千金狙いに行く方はぜひやってみてください。ということで、今回はコンビニの宝くじについてお送りしました。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。